こんにちは、陽介と申します。今回ですね、ガチョコバトルやっていきたいと思います。イカ速 3.9 のバブラスター、これ使っていきたいと思います。で、今回チョコ食いながらちょっとやってまして、ナッツ&クランベリーね、キットカットのそれちょっと食いながらやってたらね、最近調子よくなってきまして、食ってたらね、非常に頭活性化されて美味しい。なんでやねん。じゃあ、いただきます。ナッツ&クランベリーを。正直このレベル俺にかかしてくれたら余裕っす。相手の動きはほら、どこ見てんのって感じやん、俺からしたら。もうちょい立ち回り改めた方がええでっていう感じで、全員にこう指導できるレベルなんで余裕。この試合負けはないっす。俺が俺だけで勝てるわ。よし、行こう。相手の動きは可愛らしいのな。その2月になってね、計測が1回リセットされたんで、計測リセットによって相手がね、2200体だとかそういう感じになってるんで、俺からしたらもう可愛い赤ちゃんみたいなもんなんで余裕。まあ、俺なんもしてんけどな。チョコ食ってただけっていう。ほんま美味しいのよ。うめ。ガチャボトルのムツゴロやっていきましょう。さあ、かかってきなさい。いきますぞ。カコン。まず8割でもいこうかなーなんて思ったりね。はい、当人狙い。と見せかけて、8割いきます。これちょっと僕が悪いですね。これちょっと俺が悪い。当人狙い。というか、まあ、しゃあないもん、しゃあない。ノバやから今の行かれへんわ、どう考えても。振り返ってみたけど無理やわ。ほい。こう来るよ。バケツ、あー、トーピード生？いや、ほんまトーピード強いのよ。ノバみたいな連射力ない武器でトーピードって破壊できへんからね。寿司コラとかさ、プライムとかやったら、もう楽勝でポーンってトーピード破壊できるけど、ノバはこの、工場感あんねんって、一回一回。止めような。ナイス。ちゃんと止めていこうや。なんかまだおんぞ。それにうち負けんのはやめようや。28に更新されたな。地味に痛い。まあいいでしょう。大丈夫か。ここは俺の一加速度で。どうした、何があったんや。わけのわからないところでやられてるんちゃうやろな。結構敵来てんな。立ち回り改めようか。イカスピアボンバー、何やってんだ。よいしょ、惜しいな。うわー、かたじけにね、クロードにやられたか。どうしようかな、裏取り、裏取るか、それともまあこっちから行きますかな。コミングアウト。あ、刺さった刺さった。今のボムめっちゃうまいな。バケツに対して刺さるように打ったから。よし、うわー、ごめん、なんかやられた。前貼っとくで。前貼り最強やから。閉じ込めたぜあんたをな。ドーン。うわー、ごめん、すまね。バケツ残しなんだよな。さあ、ここはもう塊飛ぶよ。みんなで、みんなで行こう。みんなで行けば怖くないでしょ。よし、コミングアウト。刺さるね。オッケー、あんたも終わりか。これ更新できたらいいけどな。うわー、9番ボム。まあ、11取れたからいいやろ。非常に美味しい展開となります。さあ、まだなんか根こそぎ行こうと。いや、これは無理か。こっちから合流するわ。根こそぎは無理でしょ、さすがに。遠投。今回ボム刺さってるからね、俺の。戦闘に切り替えよう。あ、相手回線落ちたな。やる気を捨てたやて。
この回線の落ち方はね、やる気失せて電源切っただけやわ。おい、やめろ、それ小細工ばっかりすんな。うわー、小細工やろう。小細工やん、そんな。まあいいけどね、別に。好き勝手し。うん、相手回線落ちましたから、ボコボコにされすぎて、やる気失せた落ち方やわ、この落ち方。うん。意図的に電源切ったら、あんな落ち方になります。いつもはさ、なんか何でもない時に落ちたら、あ、回線悪かったなってなるけど、ね、あえて攻められた後に落ちるやつっていうのは意図的にもうやる気失せたやつやから。しゃあない。心折れてもうたんだ。ボコボコにされすぎて。さあ、ガチョコバッていく。ノックアウティング狙目指す？任せて。うわー、任せてられへんな。フラッシュボム。いやでもこれは落ちてくれたんで、こっちとしてはありがたいよ。ワンチャン分からへんからね、どっちが勝つか。3人になっちまえばもうこっちのもんよ。おいでおいでって感じ。かかっておいでって感じ。お、あいつじゃない。即割り飛びとか。つえー。さすがやな。まあそのためのあれやもんな、落ち葉シューター使うってとこやもんな。即割りバブルランチャーやりたいから落ち葉シュート使うわけでしょ、そういう人って。うわー、無理か、倒しきれない。さあ、ホッコに対してバケツが空振ってる。さあ、勝負ありになります。ナイス、オッケーですね。ガージョバトのマンタマレゴ行きましょうか。うん、おいしいな。普通においしいのよ。イカスケいきなり起動。どこ行きよった。ここか。スピニングカット。なんでやねん。おかしいろ、普通当たってるで、爆風。ナイス。スパッタリ倒してくれたかな。あれ、今のスパッタリじゃないん、俺を倒した人。スパッタリおらへんねんけど、相手に。モデラーはもしかしたらさっきのくるくる回ってきた人。くるくる隊長。いやー、ナイスナイス。俺の立ち回りカバーが良かったね。いやー、やってやろうじゃねえの。ガーチョバトのマンタマレゴやってみましょう。さあ、どうどうもください。行きましょう。立ち割りで。さらにこの爪の速さね、逃がさないよ。よいしょ。オッケー、この速さ入った。結構一瞬俺らも入ったんじゃないこれ。パブロ復活してるかな。パブロ復活してるね。飛ぶか、これ飛ぼう。さすがに遠いわ。マンタマリオ号、俺遠すぎ。マンタマリオ号ステージが広すぎて遠いわ。落として入ったな。ああ、何も言えない。ジェットバッグやってくれている。焦点49。まあまあまあ、まだいい方か。この組み立てとこ。あ、パブロ侵入者あり。パブロ入選しております。イカスピア、ナイス解除。でもこっち2ダウン入ってんのな。ナイス解除とはいえ、おい、無視すんな人の攻撃を。なんでやねん、俺の弾無視したやろ。やめて。ナイスナイス。普通に無視されたから嫌な気持ちになってんけど。さあ、竹残し。どこや、竹残りやろ、残り。ほら、うわ、ごめんなさい。危ねえ。危なかったな。前でよ。スクリュー。
竹残し、おったおったおった、竹おった、危ない危ない、ボミングアウト。さあ早くあれ溜まってくれ、ガスピア、ガスピアはまだか、どこで失った、どこだ、それか、うわー、何それ、嘘みたいな話やな、二人ともやられた今ので、嘘みたいや、振り早すぎやろ、俺の 3.5 倍はあったな今の振りの速さ、びっくりするわ、ほら北向こうから行くつもりやな、小細工な、なるほど、時間稼ぎか、相手の狙いは、うわー、なんじゃこれ、もうどうしようもないやんけ、勝手に教えてんけど。あれはどうしようもないな。もう、 うわーって感じやもんな。戻りたくてももう勝手に行かせ爆発しちゃったから。時間切れで。よし、もう前方で暴れるしかないぞ。ノバやねんから。竹が俺マークしてる。うわー、そこの段差に隠れようと思ったのに無理か。すまねえな。竹が強い。あれは刺されんな、うまいこと爆風でも落ち込みたいけど、そんな世の中合わない言うてるわ、うわ出たよ小細工星人か、潜伏パブロ、ナイス、潜伏パブロはね強いわ、俺無理やん、そのノバやねんから、ノバじゃなくても無理やけど、ドーン、よし来るよな、そうやね、読めてんのになんであかんの、パブロ潜伏ばっかりやからな、潜伏パブロしてくるからめっちゃ嫌らしいよ、だからおるなと思って打たなあかんわ、パブロおるなって思ってちゃんとクリアしなあかん、誰かカバーしてくれ、うわーなんでそれ全然やられんねん、まだ計測段階なのにあれやねんな、王冠とマッチングしちゃってるってのがあかんな、相手が強すぎるんじゃない、おい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 、強すぎや、そんな無理やな、今回ちょっとごめんなさいね、これ俺割れないよ、別に編成的に俺が無理なだけ、うん、これかわいそうと思って、逆に俺が編成的にノバ動かれんや、そんな相手がそのノバ狩りみたいな人間しか来らへんねん、嫌な気持ちなの、その俺割れないし、ノバ狩りみたいな人間ばっかり集めてさ、せこいと思う。よいしょ。ノバ狩りを楽しんでやがるな。しかも34とかでめちゃめちゃでかいカウントだし。よし。最後のチャンス、護衛するわ。よし、勝ったやろ。もう勝ちで。提出させてください。さあガージュボトのムツゴリンやってみましょう。あかん、まず割れるかな、難しいのな、割ろうとしたら体狙われるから、ちゃんとこうやってボムで牽制入れてからやな、で矛で身を守る、そんな感じか、立ち回りとしては。いきなりジェットバック。やるな。だから通用せんぜ。やばい、ローボームのカスでやられる。危ね。どこ行こうかな。行く行きはないよね。ちょっと、インカイクするわ。いやらしいなぁ、マークが。マークが熱いっすね。了解。おはははは、ちょうどスライドに対してあれやな。入ったな。急所に入ったな。ナイス、いいね、挟み撃ちが成立したな、くらえ、無理やな、あのハイプレは倒せねえ、どころか、どこ狙うべき、いや正面越え俺が行かなあかんな、俺な、ここ
あー、ポイズンマジで行かれへんやん、それされたら。ポイズン掘り上げられるだけで困ってんねんけど、こっち赤字や、赤字バレてないやろ、別に。うわー、なんでそれ、ようわからへんねん。うん、ようわからへん、なんでどっちも倒されんねんやろ。ボム置いてたよかったか、せめてジェットパックの方に。俺の判断誤ったって感じか。はい、あんた終わり、爆発済み。よし、トラップナイスやったな、味方の。おい、どきなさい、シャープマーカー。ここちょっとハトさんもあくびしてる場合ちゃいますよ。そろドン。やばい、全員やれよった。行きます、追い込み量。よし、いいね。まあこれしゃあないよな、俺仕事したよな、ちゃんとちゃんと止めたし、いいやろ、仕事したよ、内容悪ないよ。こっちがちょっと打ち負けすぎただけで、内容は全然負けてない。やばい、割られんぞこれマジで。ここは取らせねえけど、あっちにいっぱいおんのよな。何やってんだあんたは、俺がおること知ってるやろ。さあ、シャープマが残し、残しじゃないんかな。あ、おるな、どっかに。ポイズン掘り投げよった、潜伏かな。どこ行こうかな。あー、なんかおる、あんまおらへんな。真ん中突破してしまいましょうか、今のうちに。イカセ押したから、え、イカセ押したけど、あー、そっちにやられたんか。押したからジェットバック間に合うかなと思って、ジェットバックにやられる前に間に合うかなと思ったんやけど、なんかスピナーにやられたらしいよ。あ、手伝う手伝う、任せて。あ、やってくれた。あ、もう一人来た、行くわ。おらー、やられた。まあいいわ、ほんま小細工やな、そんなされたら無理やし、やられましたな。どっかでなんか前線押し上げないと勝ち目がない。きついな。よーしょ、よし、ナイス、ドン。オッケー、うまい。ジェットパックを生かすペアで狩れるなんて美味しいな。攻めすぎたようやな。やれる、よし、オッケー、やった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 。あー、でも残ってもたな、ジェットが。ジェットパック買わせんのか、それ頼むぞ。あんた次第だ、勝ちまであんねんぞこの盤面。その上おんのか。あー、打ち負けよったな。うわー、それはあかんわ、申し訳ない。あ、一瞬勝ちまで見えてたからな。ラストチャンス、ラストチャンス、飛ぶか、もう行くしかないな。はい、オッケー、まあ十分頑張った。オッケー、ガーデザリのアジフライスタジアムズやってみましょう。アサリに変わりましたね。さあ行きましょう、カッコン。まあアサリの方も強いからね。うん、アサリの方が強い説あるよな、ホコよりな。イカスピアも搭載してるという情報も入ってるからね。デュアルはちょっときついな、射程負けはちょっと一番あかんから。うますぎん今の、今のあれやろ、180度超えてたね。なかなかおしゃれな245度回転ちょっと決められてんけど。はい、残念、よいしょ、余裕すぎ、地獄を見せてやる。やべ、射程負けてる、
ダイレクトパンチャーズ。なんじゃこれ。ローラーほんと気をつけてって言いたいけど無理やんな。いける。あ、センサーついてるからいけるな。ローラーで引かれたんか。引かれたってことはなかったけどね。今ので引かれましたけ。あー、このアサリ一応取っとくか。ガチアサリですからな。よし、ここ止め。ノバやからな、なんか突っ込みたくなるのよな。ノバってもう突っ込んでなんぼやんか。突っ込んで爆風にどんだけ巻き込めんねんみたいな、そういうゲームやんか。シュートしろ。あ、一回スペル生でいったんかよ。痛ぇ、そんなことある。まあ、シュートはできるけどって感じか。今の痛いな、なんか持ってかれたね、こそぎ。これあかんな、カウンターボールいかれへんな。カウンターボール保持で。ローラー強いな、あいつ。あいつめっちゃうまいもん。なんか回転ショットも決めてくるからさ。うまいやつが、ここに迷い込んでいるな、このレート帯に。うん。みんな計測段階やから、うまいやつがなんか低いところにおるわ。はい、俺もうまい。シュート。しかもアサリいっぱいあるとラッキー。行かせてカウンター。さあ突っ込んできなさい。おら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 、わー無理か、カウンター失敗。まあちょっとぐらいやったらカウンター取れたか。十分いいよ。さあセンサー強いね。アサリパウンド、やばい。しょうもない射程長いやつにやられた。メイン製のデュアルという情報が入っております。やりおるぜ。さあケルビンやられた、了解。さあ皆さんやられないように気をつけてくださいね。わあ、なんで俺やられんだ。当たり前じゃん、そんなとこ突っ込んだら。止めよ止めよ止めよ。あかん、暴走してる相手が。だからそこまでだぜ、あんたらの本枠も。本枠もそこまでのはず。行こう。俺前線押し上げとくわ。あ、誰かまだ変な主がおる。どけ。もう潜伏すんなんか、キコラ。うわ、仕事しすぎやわ。やめろ、えがいしときよ。もう潜伏術きた。よっしゃ、イカスペカウンター。人間なめんなよ。ドーン。ローラーどっか行ったぞ。やばいやばいやばい。まだローラーに潜伏されんねんけど、助けて。出たよ。あ、逃げたか。うわー、ごめんなさい。何に当たったかもわからへんわ。フラッシュボム。相手回線落ちの情報入った。情報部隊からの情報がありました。相手のラピッドブラスターの米中、回線落ちです。これで負けるわけにいかんぞ、俺たち。勝つぞ。早くカウンターボール持っていこうぜ。いや、カウンターボール必要ない。分け与えろ。へい、うまい、オッケー。これはもう相手も絶望でしょ。あとは延長になってから1個入れるだけやな。わあ無理か。延長になってから1個入れたら終わりやからな。ここでポコってなったら終わりやねんけど、こっからまだ分からへんからね。相手強いから。これ相手回転落ちなかったら負けてるからな。ほんま稼働な。持ってける試合やろ、人数的に考えても。ホールダウンが巻き筋やな。オッケーオッケー。ジェットパック中はシュートできひんからちょうどええわ。よかった、運勝ちですね。ガイツさんのアリフラスタジアム行きましょうか。カッコーン、スタート。
まずどっから行こうかな。正面突破、リッター、リッターおるぞ。壁に隠れて始まっていこう。リッターに対してボム、まずはでキャンピングを使います。そこ、まあ、これしゃあないね。今のな、あの外遊じゃなかったら着地も枯れたのに。ビーゴン行きます。壊される前にね、早め撤退でやるな。痛い、リッターは割と、まあどうなんやろな、アジフライスタジアムってやっぱ捕まえやすいとかあんのかもしれませんね。うん、アジフライやったら結構捕まえれる印象やろ。こんだけ距離近かったらどこでも射程圏内やからさ、好きなやつ狙えるっていう一番や。おー、リッターも遠いだが、オッケーオッケー。多分ここにあるはず。あんまないか、あんまりねえか。まあデカホール完成まではいけるが、バブルランチャーかごまかせる。味方も9個止めとかいろいろ工夫はしてくれてんねんけどな。じゃあ俺も10個止めでいくわ、10個止めダイレクトでいくわ。いてぇ、まあ、ここでどんだけ入るかよ。敵いっぱいおるからね。あ、すごいすごい、美味しくいただいたんじゃない。勢いがいる、あるわ。そのシュートの勢いあるから全員やられたけど十分やわ。よいしょ、よいしょ。あ、よかった、相手エイム力がなかった、ごめんなさいね。よいしょ。うわー無理かよ。ラブランか、まあ、そんな驚異的相手はおらんってことやな。別になんか優しいもんな、バブランチャーの使い方とかも比較的優しい。普通バーコン来るからね、バブランチャーで。でもなんか普通にパランパランってきてるから優しいわ、使い方が。まだ危ね、これ受からなあかんぞ。ここでやられるわけにいかん。よし、刺さり根こそぎ回収して、みんなやられて撃てんな、そっちで。はいはいはい、助けに行くからね。やつをどっから倒す、変えたかな。さあ今ラインが押し下がっちゃってるからね、押し下がっちゃってるのは完全に。あー、行かせていきます。押し来た、チャンス。オッケー、今の一番いいとこ、スパチャック終わりのな、無防備なところに刺さるから一番美味しいとこよ。9個止め、味方生かすよ、了解です。やられた、了解。あ、これは俺もついていこうか。うわっ、ごめんなさい、反応できませんでした。さあ、あと1分20秒もあんのか。ナイスナイス。そこ、リッターもね、そこまで俺にとっては別にあんまり倒してこないからいいかなって感じ。そんな倒してけんやん、別に。かわいいもんや。オッケーオッケーオッケー、ちゃんと水で打ちまくってるから。さあ、これトップ取るよ、気をつけて。うまいか、あいつは。あいつはおかんついてたからそれなりにやれるはず、気をつけて。俺がやる、あの役は俺がやる。あぶね、スパチャクやったらどうしよう。違うな、スパチャクではない。うん、溜まってなかった、誰も。よいしょ、枯れるか、枯れないでいくが、まあ、味方がやってくれた。うん、まあまあまあ十分。デカボール掘り投げていく。さあ、ここデカボール部隊2人行かせや、妖怪突破ーダーン。オッケー、じゃあな、ナイス。それではご視聴ありがとうございました。